Ready, go! K.O. 10年早いんだよ。 Fight 2. Ready, go!いくらあがいてもわしには勝てんのだ。
Yeah. よく狙ってください。次はどうします？うまく狙えましたか？自動で動きます。狙ってください。どこを狙うかどうします。うまく狙えましたか？自動で動きます。横に移動します。狙ってください。次はどこを狙います。移動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。よく
狙ってください。どこを狙うかがポイントです。起動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。おめでとうございます。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。起動します。うまく狙えましたか？自動で動きます。また遊んでくださいね。さん、おい、どうか頼ます。
お？頼んますわ。いや、頼んますわ。お？よく狙う。どこを狙うか。どうします。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙います。どうします。うまく狙えましたか。自動で動きます。次はどこを狙うします。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙います。どうします。うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙いますか。どうします。うまく狙えましたか。自動で動きます。狙ってください。どこを狙うか。どうします。うまく狙えましたか。自動で動きます。おめでとうございます。また遊んでくださいね。
もげえ。待て。おい。病院にいたのか。手慣れたもんだったな。かなり昔のことや。やっぱりか。佐山とはかなり親しいようだな。親しい？当たり前や。うちはこの子の親や。え？まあ血はつながってへんけどな。一応これでも母親や。義理の母親ってことか。そういうよりも育ての親っちゅう方が近いな。この子孤児やねん。孤児。生まれてすぐ両親が死んでもうてな。そやからうちが育てたんや。そうか、道理でな。どないしたん？いや、実は撃たれた時、あいつは葵って店に行けと言ったんだ。それが何なん？普通人間はああいう状況下で店の名前を言わない。母親や父親のことを先に言うんだ。へえ、そういうもんな。なんでわかるん？俺も孤児だったからな。そうか。まあカオルにとったらうちはほんまのおかんちゃうしな。すまん、気に触ったから。ああいい、気にせんといて。うちは全くそういうの気にせへんから。そうか。そんなことよりあんた、カオルと同業？それとも探偵さんかなんか？いや、そんな立派なもんじゃねえ。え？なんなん？まあ、警察の敵って言ったところだ。え？ママ、おしゃべりしすぎやで。痛むか？あんたに心配される筋合いじゃないわ。あんたちょっと、ここまで運んでくれはったんやで。礼ぐらい言うたらどないやの。ヤクザ風情に礼言うほど私も落ちちゃないわ。あんたほんまにな。まあいい、それだけ口が利けりゃもう大丈夫だ。しかし郷田隆二がこれほど手回しがいいとは思わなかった。これは郷田隆二の仕業じゃないわ。え？合流会は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺す。それが奴らのやり方よ。こんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわ。プロの殺し屋？あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわ。それにこの弾丸、
どうかしたのか。通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい。殺すつもりじゃなかったのかもしれないわ。つまり相手は俺を脅そうと。さあ、わからないわ。それは直接犯人から聞くしかないわね。どこ行くの？雇い主を探す。このままじゃ俺は誰と戦えばいいかわからないからな。それならこれ持って小副長のジャンソーへ行きなさい。情報屋か。三人宅で撃っているちゃんちゃん子を着た男、あなたがレートはと聞くと、向こうがいつもどのくらいで撃ってると聞き返す。そこであなたはあんたに任せると答える。あんたに任せるか。そう。そしたら相手はデタラメな礼と言うわ。とにかくそれを受けて。分かった。ちょっと待って。一言言っておくけど、あなたは府警の監視下にあるのよ。逃げるような真似しないでね。私の電話一本で即座に逮捕できるんだから。分かったわね。ああ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。ああ、
はい。おい、
んな。おい、逃げろ。おい、止め、止まれんじゃ。あれ、しばらく寝てろ。
ああ、どこどうします、うまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙う、どうまく狙えましたか。自動で動きます。よく狙ってください。どこを狙う、うまく狙えましたか。自動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。
Oh. Oi. Hehehehe